ムハンマド・ズルファミ、ビン・モフド・アリフィンは、シンガポール出身の同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ズルファミは、S リーグのヤングライオンズで、プロとしてのキャリアを始めた。2シーズンを同チームで過ごした後に、マレーシアスーパーリーグ所属のシンガポールライオンズ、12に移籍した。移籍後の6試合は、出場機会がなく2013年2月16日のパハン FA 戦で初出場を果たした。しかしその後は、交通事故に遭い1ヶ月出場不能になった。その後は、控えとしてではあるものの、出場機会を得て、同年のリーグを終えている。ゲームを組み立てる能力をはじめとした彼のポテンシャルは2014年の初めの6試合への出場で認められたものの、低調なパフォーマンスからその後の3試合では、フィルダウス・カスマンの控えとなった。その次の3月22日の試合には出場し、フリーキックからセランゴール FA 相手に同チームでの初得点を挙げた。シンガポールライオンズの解散を受け、2016年にホームユナイテッド FC に移籍。2017年には、ホーガンユナイテッド FC に移籍した。2017年12月18日、タイリーグ1のチョンブリー FC に移籍した。2019年シーズンは、ホーガンユナイテッドに復帰してプレーした。2019年12月27日にスパンブリー FC と1年契約を結んで、タイリーグ1に復帰。ズルファミがシンガポール代表に呼ばれたのは2011年8月24日のタイ代表との親善試合が最初である。2012アフ鈴木カップの際にも代表として呼ばれたものの活躍の機会はなかった。初出場を果たした2013年10月10日のラオス代表戦ではハンドをしている。ハリス・ハルンと共に監督のベルンドスタンジには将来のシンガポール代表の中盤を担う選手として期待されている。2014年3月22日現在代表でのゴールシンガポールライオンズ12シンガポール。ありがとうございます。